イソッチの自己肯定感低めラジオ。皆さんこんにちは、イソッチこと磯村智美です。こんにちは、シモンこと橋本優希です。この番組は自己肯定感が低空飛行な2人が発信する心を育む系ウェブラジオです。今日は TGS 開催記念1週遅れの勝手にゲーム紹介をお送りします。はい、ということでイソッチ4ゲーマーさんの TGS 連続生配信出演お疲れ様でございました。あ、はい、3日間ね、もうずいぶん出られてましたけど、まあとりあえずね、ねぎらいのお便りが来てますので、ちょっと読みますよ。ひくらじネーム猫又スミスさんからいただきました。ありがとうございます。イソッチさん、シモンさん、こんばんは。こんばんは。私のゲームショーという話でしたが、自分は4ゲーマーライブ一色でした。アーカイブで1日目を確認し、初っ端からイソッチさんとゲームライターの男色 D のさんが濃いトークを展開して本当に楽しかったです。2ゲーマーのイソッチさんと2ゲーマーのディーノさん、合わせて我々が4ゲーマーだと言い出した時にはどこぞのアニメを思い出して笑ってしまいました。その後の配信もなるべく見られるところは見てといったところでしたが、普段とは違うブース外の音が全く聞こえない静かなゲームショーはなかなか斬新でした。イソッチさんも3日間4ゲーマーさんのライブに要所要所で登場してのご活躍、見ていてなんだかほっこりしました。世界戦的にはまだ3日目ですが、忍者らやフォールガイズなどすでに話題のゲームから、これから配信のアルゴナビスに D4DJ など様々なタイトルが紹介されていて、ゲーム業界が元気なことを再確認でき、本当にワクワクした週末でした。次回は会場で配信ができることを期待しています。自分も行けたら行くので、休憩中にブースを見回るイソチさんを探そうかと思います。なるほど、ありがとうございます。ちなみに男色 D のさん、ゲームライターになってて、はいはい、プロレスラーがそうですよね、本業ですので、まあ確かに記事書かれてるからね、あれなんですけど、フォーゲーマーさんではもはやどちらが本職かよくわからない感じの認識になってるんですかね。私もね、声優かっこ笑いみたいになってるかなっていう、まあ、MC という側面もだいぶ強くなってますもんね、そっちはね。なんだかよくわかんなくなってきますよね、最近なんてみんなそうじゃないですか。まあいろんなね、だいぶね、いろいろなことをなさるようになってきてるので。確かに、でもよく考えたらね、プロレスラーの方とイソッチで、うん、オープニング始まってるわけ、まあ、なんか実際トークでも我々で良かったのかみたいな話されてたぐらい、確かになんか異色なスタートを切ってましたよね。なんか誰かしらは 4D マーのなんですか、ね、方が出た方が良かったんじゃないのかなっていう。確かに、せめてオレッチさんとか マリメラさんとか、うんうんうん、4D マーのライター陣が一人は入った方が良かったのではないか、我々で良かったのかっていうね。まあでもね、その代わりお二人とも2ゲーマーの、そうです、2ゲーマーとして。ちょっとね、ディーノさんがやっぱり自己肯定感低めな香りをビンビン出してましたので、お、もしかしてこれ、そうですよ、あるんじゃないですか機会があればって感じですよね。そうですね、多分なんですけど、うん、録音環境がないと思われるので、次こそスタジオで、スタジオで撮るときにはディーノさんにお声掛けしたいなって思いましたね。いいですね。っていうか、じゃあ自己肯定感低いお二人で、そうですね、始められたってことになりますか。うん、じゃあなんかね、とても低かった、うんうんプロレスラーの方大丈夫なんですかね、イメージ的には。あ、確かに、わしゃ怖いみたいな、うん、ディーノさんちょっとね、レスラーの中では異色のやっぱり、確かにポジションでらっしゃるので、いい感じの自己肯定感低めのエピソードとか、あとはね、ゲームもすごくお好きだから、あー、確かに、ゲームの話とかでもね、盛り上がりそうですし、うんうん、ひくらじ向きです、断言します。いや、素晴らしいちょっとその日が来るのを楽しみに、はい、ぜひぜひ本当にスタジオで撮れるようになったらお呼びしましょう、うんうんうん、実際イソッチはこう3日で7枠っていうんですかね、はいはいはい、出られてましたけど、どうでした？あ、でもなんか最高に一番ひどい時は、うん、ひどいひどい年があったんですよ。本当にひどい年があって、うんうん、その時はね、もう本当フルで4日みたいなこととかもあったんで、その時から比べたら全然枠少ないやんとか思ってたんですけど、はいはい、配信ってすごいカロリーを使うんだなって思いましたね、改めて。まあでもね、イソッチの TGS 3日目は終わりじゃないということで。終わりじゃないんですよね、3日目。今もう2時17分ですけどタイムリーに今ね言ってみましたけど、そうですね、そのもっと早く帰ってくれる予定だったんですよ。最後が私、岡田社長と 4D ゲーマーの、はいはい、ボルボル氏となんかよくわからない対談をしインターネット老人会の犬の写真を満喫した、はい、でまあなんかやり遂げた、
よかった。いろいろな界隈の偉い人たちが見るって言ってたから超緊張したって思いながらも、その緊張からね解放されて、はい、あの反対の電車に乗りまして、いやいや本当ですよ、あの気づかなくって本当つかないなって思って、ふと見たら反対だったんですよね。結構行っちゃったってこと？うん、メッセージ見たらすいません反対の電車に乗ったって。なんか4駅ぐらいで乗り換えするんですけど、はいはい、なんか乗り換えの案内がないなって思って、ふと見たら反対だったんですよ、ね、いや結構それで時間を取ってしまい、はいはいはい、今日お夕飯を食べてなかったんですよね。あら、なかなかのハードスケジュール。おやつは食べてたんですけど、はいはい、用意された今日のお弁当が、現場のロケ弁がですね、天丼だったんですよ。あでね、天丼、うん、難しいとこですね。トークというかをお仕事にしてると、うん、なかなか難しいですね。お腹空きすぎてもですし、そうなんですよ、満腹もちょっとみたいだね。特にね、油物だと、うん、ゲフってなる可能性もある、うんうんうん、ちょっと私はあの控えたおやつを買いに行って、スタバにねはい、はい、スタバのおやつを食べたんですけど、帰ってご飯食べて、ここから収録ということで、はい、3日目です。締めのひくらじ収録頑張っていきましょうということで、オープニングはじゃあとりあえずこんなところで、こんなところでいいでしょうそれでは始めていきましょう。イソッチの自己肯定感低めラジオ、エゴを解放できません。この番組は我々自身の提供で YouTube、Spotify よりお送りしています。ひくらち、改めましてイソッチです。シモンです。ということで今日はねゲーム会なので、うん、今回の TGS と、まあ、あと、まあ、TGS に限らずね、この近くで起きたゲーム関連の動向、はいはいはい、結構いろいろありましたけど、イソッチ的にはどうですか？そうですね、うん、まあ、気になるタイトルとかはもちろんあったんですけど、 TGS で発表されたもの他に何かあるのかなって思って、うんうん、調べた時に意外と分かんないなっていう。そう、難しいですよね。ね、なんか初のオンラインだからっていうのもあるんですけど、うん、全てを凝縮したサイトっていうのがあってもよかったんじゃないかなっていう、うん、やっぱりね、皆さん同じ時間軸で配信されてると全部を見てまとめるのもなかなか難しいというかね。自分なんか出演とかしちゃってるとやっぱりね、うんうんうん、出演させていただいて、うん、取り扱ったタイトルはすごく詳しくなるんですけれど、それ以外やっぱりあんまり入ってこないんで、うん、皆さんも見たものと見ないものってやっぱり同時の時間帯にやられるとね、2窓はいけても7窓とかは無理でしょうみたいな、ね、7窓はってそうね、さすがに後々アーカイブを確認するにしても何かこうね、きっかけが欲しい感じではあるかなっていう。そのきっかけをね、このひくらじのゲームトークコーナーで出せたらなということで、一旦ザーっと界隈に起きた出来事をここにね列記したので、この中から気になったこととか喋っていきましょうか。まあでもやっぱり本来 TGS が開いていたら PS5 っていうのはすごく目玉の一つっていうか、やっぱり体験はしたかったですよね。実際にね、もモックモックモッツはシャンプー、うん、モックとかを見ると大きさとかも分かるし、ね、PS4 の時やっぱりそういうのがあって、やっぱりワクワクしたんですよ、すごく。特に今回なんかはこう、うん、PS4 と同じぐらいのゲームをやったらなんかロードがこんなに早いとかね、うん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 、そういうのがあったりとか、あとコントローラーがハプティクスっていうんですか、はいはいはい、感触みたいなところが強化されてるっていうのがあったので、うんうんうん、触ってみたいなっていうのは正直ありましたよね。ね、きっとあのソニーのお姉さんたちがね、うんうんうん、平常マリアに一列になってあのお見送りをしてくれるあれとかもね、すごい壮観だったんだろうなみたいな確かに確かに、ちょっともしかしたらハードに合わせたお衣装なんか着てたかもしれないですもんね。そういう衣装とかのデザインを見るのも結構好きだったんで、うん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 、コンパニオンさんがねキャラクターの衣装着てて、あの衣装かわいいなってところからゲームを知ったりとかすることも結構あったんで、うん、今年はそういうね情報っていうのがないじゃないですか。いつも本当はフォーゲーマーさんって最後にコンパニオンさんの写真をやってました、にして配るっていう謎のね企画があるんですけど、あれいいサービスですよね。あれいいですよね毎年なんか DL しちゃう、うん、確かにあれああいうのが もしかしたら、いや ないかさすがにね今回はないですよ ね、ざっと見たけどやっぱりない感じでした。あのそういうかあのあね、まあ、出演者の方がコスプレしてるパターンはあったんですけど、うんうんうん、うんうん、そうなんか疑似ブースみたいなの作られているところはなかったかな。
確かに PS5、まあ、ちなみに僕予約ダメでしたけど、はいはいはい、だってあれでも予約ができる権利ですよね今やってるのは。予約したところで買えるかは分かんないんですよね。あれなんかねその可能性もちょっと含みがありましたけど、うん、はい、それ以外にもなんか実はクラウドゲームサービスの情報とか結構ちらほら出てて、まあアマゾンさんとかね、マイクロソフトさんとか出してて、まあなんか結構ハード的にもね実は情報はたくさんあったっぽいですけどね。Xbox のね値下げとかもありましたからね。そうそうそう、急に下げてきた、急にね5が意外と低かったっていうところですかね。もうちょっと言っとこうみたいな感じだったのかもしれないですね、うん、まあ、なんかそういうハードの話もあり、はいはい、もちろんソフト側もイソッチ的にはどうですか。なんかソフトもちょいちょいそのゲームショー前に発表しちゃってる感じでは確かにあったかなっていう、うん、インターネットで発信する時代になったので、うん、どのタイミングでっていうのは結構企業さんによって違うのかなみたいなことですか ね。新作発表会なので来てくださいみたいなリリースが毎年ね、うん、4D マンさんとかにも来て行ったらこれでしたみたいな感じなんですけど、もう今回そういう感じでもないですもんね。完全にその場で新作発表みたいなのってもしかしてそんななかった？ 4D マンの1日目で、うん、これから4日間こういうことやりますよって言った時に、うんうんうん、4日目のそのワシャガナ TV の最後にインティークリエイツさんのゲームがなんだかハテナハテナハテナだったんですよ。なのでもしかしたらそれはこの放送が流れてる頃には謎が解けるんですけど完全新作だった可能性も。なるほどなるほど、うん、じゃあやっぱり今回は新作の続報だったり、うん、プラットフォームを変えてのリマスターとかそういう系が多かったのかな。そうですね、だってあのサイバーパンクとかも去年の TGS に出てたし。そうですね、なんならキアヌ・リーブスさんがね来場されたりとかしてあのバイクの横にサイン書いたりとか。そうですよね、まあ、私的にはあの新女神転生3がねリマスターで出るのすごい嬉しいんですけど、欲を言えば、うん、ウースが本当は新3一色になる予定じゃないですか。そらそうですよ ね。なんかねどんな感じだったんだろうとか、人知らのタトゥーみたいな感じの T シャツ着てるスタッフさんとかいたのかなとか。それ気になりますよ ね。もうこんな機会二度とないのにっていう悔しさはありますよね。もうしばらくリマスターはないでしょうしね。いやもう新女神転生3をもう一回何かでってことはないんじゃないかな。次じゃあアバチュかなんかでやってほしいですよね。アバチュライドライドとかだとね大正時代がテーマじゃないですか、うんうん、どうなんだろう、ああいう感じ私は好きなんだけれど、うん、結構大正時代が舞台になってるものって不運が多いなって私的には思ってて、多分ねニッチな人が好きなんですよね。ちょっと狭くはなっちゃうのかもしれないですね、うん、あともう私はすごいあのね大正時代買い物とかすごい好きなんで、うん、うんうんうん、うん、そこが2つ来ちゃうともうドンドンって感じなんですけれど、はいはい、ビジュアル的にどうしてもちょっと茶色がかった感じになるじゃないですか、うん、大逆転裁判とかもそうなんですけど、ちょっとやっぱり地味めにしていかなきゃいけないところがあって、うん、まあそうですね、桜大戦とかはそこすごい、ね、キャッチーな、ね、感じにされてましたけど、うん、なかなかねあのニッチなのかなって思って、まあ、しかも、もちろんメガテンではないんでしょうけど、うん、メガテンっぽいこう世界観とさらにこう対象ってなると、うん、掛け合わせるとまたね、そうなんですよね、すごくすごくさらにニッチになっちゃうかもしれないですもんね。感じがするんですよね。でもすごく面白いんだよ。いやめっちゃ面白いですよねあれね。その回がいいんだよ。新3はねアンケートがやっぱいっぱい来てて、うんうん、いつも1位とかに入っていたので、あやりたいなっていう気持ちがあったっていうことを山井さんがおっしゃってたので、うん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 、ライドもねそうなればライド 1,2 入るでしょ、プレイステーション5とかに。もう容量的には、ね、もう全部ね詰め込んでほしいですよね。なんかねアバチュもね 1,2 両方入るでしょ。そうアバチュ 1,2 やりたいですね。1だけやって2やってない人とかも絶対いると思うから、そこはもうまとめていただきたいですね。ちょうどこの間アバチュの話して友達と、あらまたもうね1をやってたら2をやるべきなのよと私がすごく
今更押したんですよ。プレイステーション2は稼働しないのに、その子の、うんうんうん、ゲイルというキャラクターがすごく好きになる、2をやったら、はいはいはい、ね、その子はもう何十年ぶりというぐらいの気持ちでアバチュって単語を聞いてるから思い出せなくて、ゲイルが、はい、ゲイルってどんなキャラだっけとか言われて、そこから、そう、そこからだったんですよ、うん、バカ、足にアートマがあるやつだよって言ったんですけどいやそれわかんないだろうな、それ、いやだからアバチュ久しぶりに聞いたっつってんのにアートマとか専門用語を出してきて、わかるわけないじゃんって言われて、 100% 友達の言う通り思ってそんなね、位置で覚えてたらもう分かってるからね、きっとね。そうなんですよ、ね、あるじゃん、髪の毛の色とか、こういう服着てたとか、性格とかね、なんなら性別から言ってよみたいなことを言われ本当だねってでも自分でもすごいなと思ったそこなんだって思って、私も一番大切な部分がそこ見てんだね、イソチはね。でもね、キャラによってアートマの位置が違うんですよね。あれそうだけど違います、違います。一応ね、あれ多分象徴的な感じなんでしょうね。そこが私のポイントだったんでしょうね、ビビッとくるポイントだったんでしょうね発表されたね、アバチュに話が盛り上がってしまいましたけども、発表されたものとしてはね、モンハンライズ気になりますよ。モンハンライズね、これは僕もちょっと手を出したいなと思ってますよ。ワールドがね、やっぱりあのオープンすぎてあとなんだろうな、若干ね、うん、モンハンらしいというよりはちょっと洋芸っぽい感じにシフトしてる気がしたんですよね、私の中では、うんうんうん、今回のライズが 3DS の温泉の時の古き良きといったらあれですけど、あの時のモンハンを継承してる感じで、しかもワンワン出るじゃないですか、ね、お供が2匹連れていけるんでしたっけ。2匹連れていけるんです。これはポイント高いですよ ね、今まで猫派だけのためにあったと言っても過言ではない。あれ、イソッチは犬派なんですか。犬派かな。でもね、猫も好きなんですよ。で、あの、うんうん、アイルのいいところはデフォルメされてない結構ふっさふさの猫じゃないですか、うん、デフォルメされない方が好きなんで、だからあのポカポカアイル村が出た時は、うん、かわいいけどそうではないアイルよ、あーアイルよいつものアイルで出てきてほしかった。リアルで憎らしいなと思いつつも憎めないみたいなところが可愛い。おお、じゃあモンハンライズは買ったら、そうですね、ね、ちょっと粛々と進めたいですね。やりたいところですよね。協力しましょうよ、うん、ちょっと縦横無尽に勝てれるみたいなこと言ってたのが言わないといいなとは思ってます。でもね、モンハン僕大丈夫ですよ、比較的。ワールドどうでした。ワールドはね、厳しいところありましたねでしょ、私ワールド酔っちゃってダメで、あのモンスターと出会ってからは正気を保てるんですけど、うん、出会うまでに酔っちゃうんですよ。じゃあそれであんまりワールドはやってなかったのか。やんなかったんですよね。せっかくね、なんかいろいろ周りを見るのが楽しいとかってあったかもしれないんですけど、うん、酔っちゃうからもう最短距離で行きたいっていう状態になっちゃって楽しめてないんで、それね。そうすると最初とかできなくって。なるほど。最初だけのクエストをやればいいんですけど、最初だけのクエストが辛いんですよ、もうあのマップが。ああ、それは厳しいですな。なかなか厳しくってね、自分の体調の問題で。ちなみにイソッチさんは武器としては何を使われてるんですか。武器は PSP の頃はずっとタッチを使ってて。タッチ。タッチを使ってたんですけど、どっかのタイミングでタッチが弱体化したの。なるほど。一人で狩るにはちょっと時間が足りないみたいなことが出てきて、あ、はいはいはい、そこから体験にシフトして、結構大ぶりな、そうですね、もうなんか今言ったことで分かっていただけると思うんですけど、ソロプレイかよっていうね。そうですね、今協力者はいないのかという気持ちにはなりましたけど一人で時間が足りなくなるっていう。分からなくはないですね、確かにね、やっぱりちょっと時間がどうしても合わせられなかったりとかするんで、あの何人かでやる時までにある程度レベルが上がってないと遊んでもらえないじゃないですか。そうなのよ、ね、みんなで行きたいものがあるだろうに、私がいることによってちょっとレベルの低いところに行かなきゃいけないみたいなのが、はいはい、申し訳なくて。来てますね、自己肯定感の低さが。自己肯定感低いでしょ、それゆえのタチですよこれで頑張るぞ。まあちょっとね、でもオンラインとかができる、できるでしょう。それでね、ひくらじ側でもちまちまりやっていきましょう、うん、ちなみに僕も双剣なんで一人だと辛い双剣は辛い、競争薬をずっと飲み続けて、ダメージがちまちましか減らなくて辛い。でも双剣の人が頑張ってるのを遠目から見るの好きですよあ、モンスターの足元めっちゃ切りつけてるわって思いながら、そうそうそう、あそこからポーンって吹っ飛ばされてるのが私です。そうそうそう。じゃあ他なんかあり
ありますか？意外だったのは、うん、私あのボトルマンを見てましたよ。フォーゲーマーさんでやらせていただいたんですけど、もう全然想像してたよりすっごく面白かったんですよ。どう面白いんですかあれ？なんだろう、見た目ちょっとあの子供向けかな、うんうんうん、って思っていて、子供はこういうの喜ぶだろうなっていう目線で遊んでたんですけど、うんうん、ようできてるわ。なるほど、結構対戦を楽しまれてた、うんうん、意外と難しいですか、うまくやろうと思ったら。最初は全然なんかコツがつかむまではあれだったんですけど、うんうん、やっぱ締め打ちを知ってしまってからはもう忘れられない、忘れられないおもろみたいな。ビーダーマンの時って、はいはい、あの重量感がまた面白かったんですけど、うん、意外とね怪我がどうのこうのとかもあって、ね、なんかそこら辺の問題は今回ボトルマンはなさそうですよね。確かにペットボトルのキャップだし、このドリンクではこれみたいな、うんうん、そういう妄想はちょっと広がりますよね。ね、遊んでるうちに頭の飾りみたいのが取れちゃったんですけど、うんうん、これが取れるってことはもしかしたらアクセサリー的なものが発売されるのかなとか、拡張アイテムとかねあるのかなみたいな。ペットボトルのねあの首にぶら下げて一緒に発売みたいな、はいはい、なんかそういう可能性はありそうですよね、うん、そうなんですよ、そうなんですよ。これ夢が広がりますな。やんなかったんですけどスイッチに向けても遊べるんですよ。なんかありましたねその情報が。そうなんです、一人で遊ぶのがつまんないなとかいう時は DM の方につないで。また一人プレイのことを気にされてますけどシモン氏はあれじゃないですか、あの男の子のお子さんいるから買う可能性大ですよこんなん。そうかもね、こんなんだってね保育園だなんだで流行ったらもう全員そっちに向きますからね。あの対戦キットはあれはねあのコーラ丸がついてくるんですよ、特殊ペイントされている。いや絶対あれを持った家に子供たちが集まりますよね。そういうパターンですよねあれは。できればやっぱり会議室の机みたいなところに置きたい。床だとねあの目線を同じにしないといけないから寝っ転がらなきゃいけなくて。じゃあもしねひくらじで撮ることがあればどこか借りて会議室ソルト、ソルト、ソルト社で、ソルト社でやりますか。じゃあハッシュは何か。僕はまあニーアレプリカントは、うんうん、買うだろうなとは思ってますね。レプリカント全部私クリアしちゃってるからな。僕ねうまく操作ができなかった、うん、確かにちょっと癖がある操作感でしたよね。そうなんですよ、うん、でストーリーめっちゃ気になって結局ストーリーはちょっとあの友達に聞いちゃったんですけど、はい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 、忙しい時期だったのもあってちょっとやらなくなっちゃったんで、うんうん、今回発表されたの見たら結構操作性もうまくチューンアップ入れてくれるみたいな感じだったので、うんうん、そこに期待したいなと思ってますよ。若干話も変わるんですかね。どうなんでしょうね。新しい依頼とかはありそうだなっていう、にやりとできるようなのは仕掛けてきてくれるんじゃないかなっていうのはありますよね。高3ですからね、またひどい絶望する何かを入れてくるかもしれませんよ。確かに発売日もゲシュタルトかな、はいはいはい、かなんかの発売日に合わせとか、なんか結構やっぱそういうところも粋だなと思って、うん、ちょっと嬉しいみたいなのを横尾さんってすごくたくさん仕掛けられるというか。あ、そうですね、確かにそこは僕本当横尾さん大好きなんですよね。横尾チルドレンですな。横尾チルドレンです。我々横尾チルドレンですななんかレプリカントとゲシュタルトも、うん、ヨナとお父さんなのか、うんうん、ヨナとお兄ちゃんなのかでちょっと違ったじゃないですか、まあ、それ海外市場とかを考えてのことだったらしいんですけど、まあ、今回はレプリカント、あばよくばねゲシュタルトさんもお父さんのもしかしたら DL とか可能性としてはね会ってくれって思ってますけどね。やっぱりやりたいな。私もあのゲシュタルトの方はやってないので気にはなるんですけど、設定資料をね見ちゃうとねどうしてもお兄ちゃん派になっちゃうんですよ私。僕あんまりゲシュタルトの方情報入れてないんですけど、はい、やっぱりそっちの方があれなんかストーリー的にこうグッとくるってことですか。お兄ちゃんは、うん、漁師の町に行った時に、うん、ちょっとここ俺嫌な思い出があるからみたいなことを白と本筋とは関係ない喋りがあって、うん、それについては全然ゲーム中で語られないんですよ、はいはいはい、なんでだろうなと思ってて、うん、設定資料紙を買った時に実はヨナの薬代を手に入れるためにその漁師町で体を売っていたっていう設定があったんです、うん、なるほど。でやっはーってなってはい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 、はい、すごい設定持ってくんなっていうでもなんかねそのあ待って難しいのかな入れるの、なんかそこのあたりとかももしかしたらねセロが上がっちゃうのかな、うん上がっちゃうかもしれないけど、もしかしたらうまいことこう、うん、ゲームの中に
再統合するみたいなとかやってくれたらいいんですけどね。エロ同人誌みたいだぜヘイっていうところじゃなくて、綺麗な感情だけではないっていうところを描いてるところにすごく私は横尾さんイズムっていうのを感じて、はいはいはい、あ、いいな、こういうのがちゃんと設定としてあるっていうことがあって、変にねそこをリアルにしようとしたりするとハードルというかあって、でもやっぱそこをこう踏み抜いていけるからこそストーリーが面白くなるんだろうなってのはやっぱ思いますよね。結構横尾さんそういうなんか過激な表現というか多いですよね。あのシノアリスとかも、うんうんうん、現代編とかはね、アリスと学校の先生との間になんか子供ができてとか、まあ、だからやっぱちゃんとした世界観を作っていくっていうのはやっぱそういうことなんだろうなとは思いますけど ね。なんかこう TGS の実態が見えないという割にはかなり話的には盛り上がりましたね、うん、あれですね、盛り上がり方はちょっと若干独特な気もしましたけど確かにじわじわ昔の子をそんなにゲーム雑誌がいっぱい乱立してない頃の情報の集め方にちょっと近いみたいなそれがまた面白いのかもしれないですね。そうですね、なんかみんなで情報交換したりとかして、うん、こう気になるゲームを、ね、増やしていければいいんじゃないですかね今年は。そうですね、気になったらねまたちょっと動画を見に行ったりとかしてまたちょっとこう深めるっていう感じでね。はい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 。 TGS 会場はなくともその期間中はゲームにねこうすっぷり入ると、うん、そういうね感じでいいんじゃないでしょうか。まとまりましたねこれねゲームについて語るだけのコーナーでしたけど、はいはい。それでは次のですね、なんと新コーナーがありますので行ってみましょう。突然ですがここでイソチです。シモンですなんですかこれは。なんかよくわからない状態、はい、一回ね収録終わったはずなんですけどなんかもう一回撮ろうよって言われてるんですけどいや本当すみません、よくわかんないかなと思うんでちょっと説明させてください、はい、この後ね新コーナー行きますよみたいなイソッチが呼び込んでくれたんですけど、はい、本来はここで僕とイソッチが好きなゲームについて語るっていう新コーナーのね、うんうん、エゴ爆発ライトニングトーク撮りましたよね我々ね。一応撮りましたよね、でもどうすんだろうとは思いました言ってしまうと長すぎたっていうことで、うん、なんすかね我々ゲームになると手が抜けない。あー、まあ、しょうがないですね。サガですね、人間のそうそうそう、これねすげー頑張って編集してまとめようと思ったんですけど、まあ、1時間半は余裕だなっていう感覚で、うんうん、まあ、これ長いなってなりまして、まあそういうことですね、はい、どうなるんです。いかんせん面白くてですねこのコーナーもトークも、はい、なるべくねたくさん聞いてほしいなって思ったのでカットするのはやめましたと、はあ、なのでこの配信第19回ですけど翌週次の週に新コーナーだけをクローズアップした第 19.5 回を配信する形にしようと思います。はあ、はあ、なるほど、はい、新しい天狗の回を作ることに。天狗っていう概念がね、そうですね、ここで生まれたっていう。まあでもねバカテスもねあの、うん、ありましたよ。 あったそんなの天狗という概念があるんですよ。あら、これは不思議な巡り合わせそれ知らなかったんで全然。じゃあバカテス以来の天狗会出演。天狗が私そうですね、はい、今軽く調べてみたら、はい、なんか2冊ぐらいあったなと思ったらすっごいいっぱいあった3.5、6.5、7.5、9.5、10.5、12.5 刻みすぎですねこれねもしかしたらね今後ヒクラジもね盛り上がりすぎたっていうことがあれば天狗がちょいちょい出てくる可能性がありますけどね。いいですね、点7とかね点9とかね刻むのもありだと思います。柔軟な対応を今後取っていこうかなと思ってます。あの FF みたいに点2みたいな、イソチリターンズみたいなやつ入れておこうかなって。はいはいはい、はい、じゃああの19回は今回これでおしまいって感じなんですね。そうっすね、でこの後まるで新コーナーをやったかのようなエンディングがそのまま入るんですけど、わかるかなみんなあのエンディングでわかるかな。ここの話を踏まえて聞いて、なんだったらね 19.5 回来週聞いてもらってまたそこからこうもう一度頭の中で再構成していただいて。あ、なるほど、わかりました。ということで新コーナーは1週遅れて配信する予定なのでお待ちください。はい、それでは
あのちょっと不思議な感じになっちゃったんですけど、この後は新コーナーを1時間以上撮り続けた私たちのエンディングになります。お聞きください。ひくらじ。あっという間にエンディングのお時間となりました。っていうかやべえなこれっていうね感想ですよ。私あの編集がきっとねこれどうにもならん。どうにもならんかもしらん。どうしようね。まあちょっと頑張るだけ頑張ってみますよ。わかりました。うん。難しいねこのネタバレもできず。そう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 。でもストーリーがいいんだよっていうのをね。もっとねパズルとかそういうのだったら伝えやすいのかもしれないけれど。もうちょっと。ね難しいな。普通にゲームがそんなに好きじゃない構成作家の方が入ったら。うんうん。なんかカードがあってこれの要素とこれの要素とこれの要素を入れてプレゼンしなさいみたいなコーナーになると思うんですよ。なんとなく、はい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 、面白くするために。でも我々はゲームが好きだしゲームを茶化したくないから、うん、ただただ聞き苦しいんではないかって思ってしまった。あのなんげーなこいつめっちゃ語ってるよってなるんじゃないかなって。現在4時8分ということで。4時8分だ。まあTGS 期間中はそういうもんですよね。そしてこういうゲームのねことを熱く語るとこうなってしまうということが分かってしまいましたが、そうですね、ひくらじではですね皆さんのお便りを募集しています。投稿フォームのあるサイト URL が番組概要欄に書いてありますので、そちらからお気軽にお願いします。募集しているテーマはちょっとやめていいですかこれ。はい。募集しているテーマは質問感想など自由にお送りください。ふつおた、きっと我々かひくらじリスナーが回答する自己肯定感低めエピソード、ひくらじの輪を広げるため我々に挑戦してほしいことを送ってください。自己肯定感向上ミッション。そして今週から始まりました新コーナー、これどうなるのかな。終わるかもしれない。ひくみから発信する楽しい面白いのお題を募集、エゴ爆発ライトニングトークとなっています。そしてひくらじナイトスクープかっこ仮からのお知らせです。そのまんまじゃないか。ひくらじではですねイソッチがですね過去に出会った不思議なギャルゲーを探しています。この幻のギャルゲーの特徴は PS1 ぐらいの時代に出たギャルゲーで PC ゲームではない。双子かそれに近しい姉妹が出てどちらかを攻略するともう片方がなくなってしまう、エンディングはそのお墓参りになるということで、ちょっとこれもね、はい、触れておいた方がいいことがありますよね。はい、前もお話ししたと思うんですけど、うん、ダブルキャストではないんです。ダブルキャストはヤルドラですからね。ギャル系ではないと思う。もしかしたら皆さんではみつきちゃんが好きすぎてギャルゲーだって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、うん、あれはヤルドラだ。ギャルゲーではない。だから今回探してるものでもない。そしてなんかあとメモリーズオフセカンドの情報もいただいてて、なんか近いなとは私も思ったんですけど、うん、九段の友達には伏せて、うん、あのメモリーズオフセカンドってやったことあるってちょっとね LINE 飛ばしてみましたら、うん、はい、ないよって書いてきたんですよ、うん、なのでもうその記憶を信じるんであれば、うん、メモリーズオフ2でもないのかなってっていう。そうですね、確定的ではないですが、うん、他の可能性を模索したいというか、この2つではないタイトルで思い浮かぶところがあればぜひ情報をお寄せいただければと思います。ね、もしかしたら迷宮入りになるかもしれないですけどね。そうですね、ええ、ちょっと僕も次のお題を用意してるんですけど、それも迷宮入りするかもしれないから、ただただ迷宮入りするかもしれない。まあでも検索しても出てこないものを探しているから。そうなのよ、私も何度となく検索は試みてるんで、うん、なかなかね引っかからない隠れた名作なのではないかと思います。まあでもこれね YouTube と Spotify だからどんどん残って、もしかしたら10年後とかに。あー、可能性としてはそうですよね。まだひくらじも続けてるかもしれないし。じゃあ迷宮入りになったら迷宮入りに一応するけれども、そう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 、引き続きね実はこれじゃないですかっていうのはもうどんなに遅くなってでも、うん、可能性としてはあると思うのでお寄せいただけたらと。はい、はい、ということで自己肯定感低めラジオ今週はここまで。お相手はイソッチこと磯村智美とシモンこと橋本優希でした。バイバイ。